今日初めて開催された渥美半島ウルトラネイチャーラン。全国からおよそ320人のランナーが参加し、100キロや70キロのコースに分かれて登山道や三河湾沿いを走ります。今ちょうど海がそこにあって、すごい景色が良くて楽しく走れてます。また給水所では田原市で採れたイチゴや豊橋生まれのお菓子ブラックサンダーなども振る舞われ、参加者らは自然を満喫しながら爽やかな汗を流していました。